ぐーたらずです。今日はね、またちょっとしたものを買ったんです。アリエクでね、また見つけた。これもね、なんとしてもね、ちょっとね、買ってみたかった。ちょっとね、見たかったっていうのがあってね、買ってみました。まあ、言うならば、ここが変でよ、激安コピー日記みたいな。まあ、皆さん興味あると思うんですよ。今回買ったのは、ブライトリングの2本。まあ安い。価格3515円。送料877円かな。今回はね、2本買ったんでね、そのうちの1本、ナビタイマーの激安コピーです。これをね、紹介していきたいと思います。まあ本当に安い。タキメーターはね、なんとか渋い感じで動きます。もうね、本当に時計の、まあ、コピーとしては、これ本当に下の下みたいな。もう底辺のコピーだと思います。まあ面白いんですよ。そう、一見ね、クロノグラフ風です。クロノグラフ風ですからね。そう、普通はここプッシュボタンになっててね、ここはストップウォッチになってるんですよね、本物はね。でね、真ん中の秒針が常にこれは動いてます。まあ時計としての秒針なんでしょうね。本物はね、この秒針がストップウォッチなのでね、普段は動かないんですよ。そう、タキメーターくるくる回るんだけど、これもなんか、まあ渋いね。これもなんか渋い回り方かな。で、ここ、プッシュボタンを押すと、そう、本物はストップウォッチがスタートします。それでね、秒針が動き始めるんですけど、これはなんとね、カレンダーが動く。曜日が動く。曜日ついてっからね、これ。これね、曜日がついてます。ほら、動いてるでしょ、曜日。しかも逆に動くっていうね。で、下のプッシュボタンはね、本物はリセットです。ストップウォッチのリセットになるんですけどね、これはね、日付が動きます。日付が動いてる。で、まあ、プッシュボタンで動くってことは、動かねえかと思ったらね、一応ね、しっかりと機能はしてます。もう日付も変わるとね、曜日も動くし。あとはね、日付も動きます。あ、意外としっかりしてんのかなと思いながらね。まあ、質感、そしてベルト。ベルトはね、まあ合皮です。合皮感あります。本当にね、ひどいコピー。ひどいコピー。いや、本当に面白いなと思って見てます。まあ、こんな感じですけどね、本当にパッと見、時計を知らない人であれば、多分わからないね。ただ時計を知ってる人であれば一瞬でわかるね。そんな感じの時計です。本当にひどいな。さあ、中をね、見ていきましょう。これひどいな。これはひどい。見てみて。うわ、ひでえ。テレマン撮影してるとき笑っちゃったけどね。まあひどいんですわ。ひどいでしょ、これ。おもちゃみたい。本当に雑いムーブメントが入ってます。そう、見た目にね、バリが多い。いや、これで動くんかなと思って。まあ1週間ぐらいで止まりそうな感じです。本当にひどいな、これは。まあ裏蓋はね、こんな感じだね。本当にひどいな。ということでね、まあムーブメント拡大してみてみましょう。まあクロノグラフではないのでね、クロノグラフ風なだけで本当にムーブメントは小さいです。いや、それにしてもチープな作りだな。ちょっとひどいよね。本当にひどい。ひどい感じがあります。まあ、スペースありね、ぐるりと囲まれて。まあ、前回ね、紹介したシチズンのね、ブルーエンジェルスモデル。プロマスターのブルーエンジェルスモデルだね。あれと同じ作り方な感じですね。スペーサーでプッシュボタンを押してる感じ。まあ、元よりこのプッシュボタンは、曜日やら日付をね、早送りしていく。っていうね。そんなの使うんかやと思ってさ、見てたけど、まあそういうもんなのかな。まあひどいね。ひどい。じゃあね、取り出して文字盤側も見ていきましょう。
まあね、おしどり外してリューズを外していくんですけど、まあベルトを見た感じね、ほらパッと見もう合皮なんですよ。見た目にわかる合皮です。本当にひどいなと思うぐらいの合皮感そして偽物感でね、おしどりはね簡単に見つけることができます。そこを押してあげるとリューズがポロッと取れてきますんでね。これはリューズもねロックじゃないです。本当にただ引っ張るだけ、ねじ込みロックもないです。スペーサーをね外して、でまあ見ていきましょう。これマジでひどいよ。これね、見てもらいたい。これは面白いな。そう、開ければ開けるほど雑さがめちゃ見えてくんの、これ。見て。ムーブメントボンドにつけてるでしょ。ベタってやってるやつよ、これ。本当に、たらふくボンド塗ってね、ベタっと置いたんだね、これね。すごい作りだなと思って。開ければ開けるほど、こんなのがすごい見えてくる。面白いな。でまあ取り出してみました。やっぱりね、前回のシチズンのねプロマスターと同じでね、文字盤側はね本当に綺麗です。表側はすごい綺麗なの。本当にほらブライトニングマークもしっかりね作られてて、でまあ秒針のね、ブライトニングって秒針、まあ、ストップウォッチのところですね、まあ、今秒針として動いてますけど、このコピーはあそこにね、あの B マークがついてるんだよね。プラティニウムのね、B マークがついてるんですけど、あれもね、しっかりとね、ついてます。へえと思ってさ、一丁前に、オプテッカーを一丁前にさ、いやー、面白いな。まあまあね、ちょっとね、最後ね、戻していきましょう。まあ、戻すのはね、逆手順なんで簡単です。本当にね、その、戻し方というか、まあ、簡単だな。作りがもうね雑いから結構ゆるゆるなんですよ、ムーブメントも動くし、スペーサーを入れたところにね結構こうスカスカな感じで、ちょっとゆるゆるな感じでね、本当に雑い感じで作られてます。でもまあ蓋開けなきゃ分かんねえけど、蓋開けたらひどいよ本当にまあね、最初に言った通り、まあコピー品としてはね本当に最低のものですこれ。いやでもね、こういうの開けるの本当に面白いな。本当にね、面白いです。笑えてくるもんな、本当に。まあ、モテッカーね、本当に全力でこう、似せてきてる。けど、似てねえな。似てねえ、これは。似せてきてるけど、似てねえな、本当に。いや、面白い。ひどいな。でね、あとは、蓋を閉めてね、元通りになります。まあ、こんな作りも簡単だからね。まあ、パパパッと戻せる感じですけどね。まあ、これを買うんだったら、買わなくてもいいですよ、こんなのは。うん。偽物欲しいっていう人もいますけど、これはね、いらないよ。本当に。まあ、そういうのも含めて紹介していく、今回のこういうプロジェクトなんですけどね。いろんなコピーを買って、開けて、で、どうなんだっていうのをね、実際問題ね、欲しいっていう人も結構ねいるんだよね。やっぱりコピーでいいやっていう人もいるんだけどね、これを見るとね、コピーなんかいらないと思うよ、うん、はっきり言って、まあ、分かんない人が見ればこれほら分かんなっぽいでしょ。でもね、本物はね、曜日なんかないもんね、ナビタイマーはね、うん、まあ本当にだから分かる人が分かる人が見ればもう本当にね、手に取らなくても腕につけてる状態でもすぐバレます。すぐ偽物だなってバレちゃいます、こんなのは、うん、まあ、時計を知らない人はまあわからないけど、時計知らない人そもそもブライトニングってなんぞやみたいな話にもなるからね本当にそこからのまあスタートだから、だからまあね、お金出して偽物買うっていうのはね、やっぱりおすすめしないです。これをまあ普段ね、つけて歩くっていうのはね、やっぱね、恥ずかしい。これはね、本当に恥ずかしいです。だからまあ、まあこれはね、特にひどい、ね、本当に粗悪なコピーですけど、面白かったな、でも。偽物はやっぱりね、この表側をね、こう似せてきてるけど、似せてきてるけどね、これはね、なんだろう。寄せ切れてない
本当にひどいな、ひどかったです、うん、でまあ面白いですけどね、こういう、まあ、コピーはどうなってんのか、うん、実際中を見ることなんてそうそうないですし、まあ、こうやって買わなければ中を見れないですけどね、うん、こんなのはね買わなくてもいいです、買う必要がないな、うん、本当にねブライトリングはやっぱりこう黒の方が多いですし、やっぱクロノグラフの偽物となるとやっぱりそれなりの値段はすると思うんですよ。クロノグラフ自体その機構がものすごく複雑ですからね、偽物だとなかなかないのじゃないかな、あるのか、まあ、あるにはあるでしょうねきっとね、うん、これぐらいまあ粗悪なものは買わない方がねいいです。これをねやってたところで恥ずかしいだけ本当に恥ずかしいだけです。まあねこうやって紹介してこのね買った時計もこれでまあ終わりなんですけど、まあ特にこういう風なコピー品、コピーのね本当に安いやつっていうのはねこんなに粗悪です、本当に粗悪。これをやってるんだったらねちょっと、まあ、ちょっともうちょっとねお金を出して、まあ、普通のね時計、まあ、G-SHOCK でもねいいですし、そういう風な時計をね買った方が、買ってしてた方がねいいと思います。ってことで、まあ今回はね、まあブライトリングのナイフタイマー、ここが変だよ激安コピーっていうことでね実はもう一本買ったんです。次も面白いよ、次も面白いです、次もね、まあブライトリングです。ブライトリングの、まあ、ベントレー、フォーベントレー、ベントレーのラインナップなんですけどね、なのになんかねナイフタイマーって書いてんだよねあれにもね次はね、本当に面白い。次もね、本当に面白いです。まあ、ツッコミどころ満載のね、まあ、次のナビタイマー出てきますんでね、その次また次回ね、楽しみにしておいてください。本日もね、ご視聴ありがとうございました。